経営の混乱が続く東芝は、今日付けで綱川社長と畑澤副社長が退任し。島田太郎氏が社長に、柳瀬五郎氏が副社長に就任すると正式に発表しました。東芝グループの未来への進化に向けて、自信を持って引き継ぐことができました。私はこのような伝統ある会社で、デジタルがわかる初めての社長だと思います。 東芝は去年11月、会社を3分割する案も発表していましたが、一部の大株主の反対を受ける形で、今年2月に2分割に修正するとしていました分割計画については、予定通り進捗をする予定であり二分割案については、今月24日の臨時株主総会で株主の意向を確認する予定です。